はい、ということで今日はウイスキーロックに使うダイヤモンド氷を作ってみたいと思います。コンビニとかスーパーで売ってる板氷をですね、アイスピックで割りまして、正方形に形を整えます。まずはこちら上の部分を削っていきます。100円ショップに売ってる包丁でもね、ちゃんと研いで使えばできるっぽいです。ウイスキーロックだけじゃなくてね、まあ、夏なんでそうめんとかにねこう入れても結構こう見た目がきれい、邪魔か。そして次に側面角の部分を削っていきます。形を整えまして完成です。初めてやったんでだいぶちょっと溶けてしまいましたが、再び凍らせるとこんな感じになります。見た目も綺麗なダイヤモンド氷、皆さんもぜひお試しください。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。